はい、えー。皆様、こんばんは。えー、今日は6月の2日、えー、日曜日の、えー、ボギーチャンネルでございます。えー、本日の担当も私、えー、ボギーテドコンがお送りしたいと思います。ということで、まあ、南の島、沖縄、今日は非常に不安定な天気でございまして、まあ、ずっとね、あの、曇っていたり、まあ、時々晴れたんですけど、まあ、お昼過ぎぐらいまでは、えー、どうにかこうにか晴れておりまして、真、まあ、夏のような え、天気だったんですけど、そうですね、4時ぐらいから、えー、天にわかにかき曇り、土砂降りとライブということでございまして、まあ、本当に天気の変わりやすい季節だなというふうに、まあ思っております。まあ梅雨はだいたいこの6月いっぱいぐらいで終わると思います。そうすればまたね、7月からは、あの、灼熱の夏、えー、そしてもう銀ギ,ギラ銀ギ,ギラの 太陽が戻ってくるということでございまして、沖縄はもう6月後半から10月いっぱいまでですね、もう本当に夏の気分の季節に突入しますということでございます。さて、えー、ボギー中佐から本日22時、拉致被害者全員奪還キャスがありますということで、本日のゲストは救う会島根事務局長の石原さんということでございます。また皆さん、 22時に、はい、拉、え、致、ー、被害者全員奪還、キャスの方も、えー、よろしくお願い申し上げます。さあ、まあ、ハラホロヒ平ラさん、えー、季節のせいにしてますかっていうことなんですけど、私、車洗ってませんからね。<laughs> なんか私が車を洗うと雨が降るというジンクスがありまして、はい。いや、今日はタイヤだけ洗いましたけど、タイヤ。 はい。それから、ミントさんから、ニラタバエキツさん、どうも、ニラチャありがとうございます。えー、カータンさん、白亀さん、クジラさん、ホルスタインさん、い、えー、うこと、キカンジュさん、どうも、お久しぶりでございます。あちコーこニラチャいただきます。それから、ラプテンさんからは、ニラチャ、太田さん、どうも、こんばんは、ワンコ。それから、オヤジセンタイ、ダジャレンジャーさんも、お見えでございますね。はい。オ田さんの熱いお茶、また、美味しくいただこうと思っております。はい。カルガモさんからの応援メッセージでございまして。 それから、はい、白神さんと、ハラフローヒレアウさんから、熱いお茶、ラプテンさんからも届いております。ということで、えー、今日もですね、あの、電波のバーが2つから3つしか上がりませんので、このようなフリップで今日お送りします。これでやると結構電波持つんですよね。あの、動画にしますと、切れたりします。あ、かなたさんどうも、こんばんはんこでございます。え 発泡酒3.5リッター飲んだとは、鬼丸さんすごいじゃないですか、3.5リッター。はい、中佐のせいですということで、なんか素敵なことでもあったんですかね。はい、それがナタさんからもニラ玉。はい、村上さんからも特のニラ茶いただいております。カータンさんどうも、今日も熱いお茶いただきます。ぴょんたさん、こんばんはんこ。ふみみさんからもニラ茶でございます。さて、今夜のテーマ。えー、これね、いつもいつも、 あ南川市の端子さんどうも、こんばんはん、こでございます。本当に私はもう、この米軍絡みの事件、事故があるたんびに、すんごい嫌になるお話でございます。いわゆる死者の政治利用について、今日はね、また改めて紹介をさせていただきたいと思いますけど、さてこの死者の政治利用なんですけど、まあ、とにかく沖縄ではこういったね、あの、 何かと人の命を政治利用したがる人たちが、まあ、いっぱいおりまして、実は、えー、今日の琉球新報さんで、哀悼の苦労で、えー、会場を埋め尽くす、米兵女性殺害事件の追悼集会、えー、繰り返される米兵の事件事故に、まあ、抗議ということでございまして、琉球新報さんが報道していただいております。まあ、その内容としては、 4月に、ま、茶炭町を加えて起きた、米海軍兵による女性殺害事件を受け、市民団体や地域の有志による、緊急追悼抗議集会が2日午後、道庁の茶炭未来センターで始まったということでございまして、今日このように。 多くの人たちが集まりまして、えー、追悼集会ということでございます。まあ、こ亡くなった方の親戚でも何でもないんですけど、まあ、そのね、天に召された命を追悼しに集まった人たちかなと私、実は思ってたんですけど、ちょっとやっぱり違うんですよね。はい。えー、被害女性への哀悼の意を込め、 苦労を身にまとった県民が参加しえ、繰り返される米兵による事件・事故に抗議を示した。はい、抗議を示したそうで、す。そういった中で、はいえー、参加者は、えー、冒頭で1分間の黙祷を捧げた開会の挨拶。はいえー、で、県議会議員の図ケラ勲さんが、えー、事件後も米兵による事件・事故は相次いでいる。 日米両政府へ我らの怒りをぶつけようと力強く呼びかけたということでございまして、まあ追悼集会なのに、日米両政府へ我らの怒りをぶつけようということで、追悼というのはこの1分間の黙祷だけだったんじゃないかと、実は私なんとなく感じております。実は今皆さんからもお話が出ましたけど、 これ2019年4月の20日もつい最近、このね、あの、事件に巻き込まれて亡くなられた、えー、ご遺族、お父さんの方からメッセージが実はあったんですよね。娘の死を政治の道具にしてほしくない。遺骨を抱え、ホテルを転々。父の悲痛な叫び。沖縄タイムズさん。 2019年4月の20日のニュースをご紹介させていただきます。茶丹町のアパートで米海軍兵の3等兵装が住人の日本人女性を殺害後に自殺したとみられる事件から20日で1週間。被害者の女子父親は、えー、遺族がどれほどの悲しみの中にいるか話さなければ伝わらない。 この痛みに触れてほしいと思いを寄せましたと。はい。本当はすぐにでも遺骨と一緒にふるさとに帰りたい。でも、え県内の親族のもとにいる娘の子供たちが気がかりで、今も遺骨を抱えて県内のホテルをえ転々とすると。 いうことでございます。はい。なんでやねんさんとサメアダさん。はい。ニラじゃあいただきます。はい。そうですね。レンジローさん、まさにその通りでいい私も思います。はい。ホテルを転々としているということでございまして、まあ、この亡くなられた女性の父親このように言葉を結んでおります。え娘の死を政治の道具にしてほしくない。国の問題ではなく、 人と人との問題だと思うから。娘の死を政治の道具にして欲しくない。国の問題ではなく、人と人の問題だと思うから。はい。どこにも、海兵隊という言葉は何一つ出てきません。遺族の思いとしては、これはもう人と人との問題であると。 政治の道具にして欲しくないとおっしゃっているにもかかわらず、今回の自称追悼集会では、日米両政府へ我らの怒りをぶつけようということで、あの、遺族の方々の思いっていうのは一体どこにあるんですかねそれと、 犠牲者への追悼の思いっていうのは、1分間の黙祷だけだったんですかつまり、彼らの本当の目的は人を集めて、日米両政府へ我らの怒りをぶつけようっていうのが、彼らの目的でありまして、えー、亡くなられた女性のお父さんのこの言葉、えー、娘の死を政治の道具にしてほしくない。 国の問題ではなく、人と人との問題だからと思うからという、その言葉を裏切るかのように、日米両政府へ我らの怒りをぶつけようと。はい、石鹸男宮城さんいただきますガラちゃん。ガラさんさんからもニラちゃんいただきます。はい、なんで屋根さん、こんばんはん。こ。どうですか、皆さん。 この集会に遺族の方が来てたとは全く報道されてはおりません。はい。ラプテンさん。人は人、罪は罪。政治問題ではないと。あ、どうも、大山さん、お久しぶりでございます。はい。今日もまた、あの、秀逸なコメントよろしくお願いします。そうですね、カルガモさん。追悼というにはあまりにも不謹慎。怒りをぶつけよう。追悼とは怒りをぶつけることを ではないですよね。それからカータンさん、遺族の意向は考慮しない。考慮してるとは全く思えないですね。ラプテンさんどうもありがとうございます。さて、これね、今に始まったことではないんですよ。実はつい最近っていうか、約3年前に、こういうね、大きな 県民大会が実は開かれていたんですよねこれ、沖縄タイムさんの号外。はい。なんと、海兵隊撤退要求、沖縄県民大会に6万5千人。はい。これも、海兵隊撤退要求というタイトルがついています。何の集まりかなと思いますと、ところがこれ、中身を見ると、とんでもないお話だったんですよね。 実はこれ、はい。こういう事件だったんです。2016年5月、えー、元海兵隊員で、米軍属のシンザとケネフランクリン容疑者による、うるま市での女性強姦殺害死体遺棄事件。いや、これは本当に許されざる事件ですよ。ね、もう当然罪を償っていただかないといけない。 しかしこれは人と人との問題で海兵隊の問題なんでしょうか。そもそもこの集会も亡くなられたね、被害者の追悼のために集まった集会のはずなんですが、沖縄タイムズさんのタイトルでは、はい。海兵隊撤退要求というふうに書いてますよね。 どこに被害者をね、あの、対してお悔やみを、が主語になっていない。結局は海兵隊撤退要求のために亡くなられた女性を使ってるんじゃないかっていうのは私思ったんですけど。はい。そしてこれに参加したのが、皆さんすごいですよ。まさに沖縄の怒りと言うんですかね。参加者6万5000人、主催者発表。 はい。参加者6万5千人。主催者発表。すごいですよ。航空写真も実はあります。これが6万5千人でございます。皆さん。6万5千人。もうね、あのー、この狭いトラックを埋め尽くす。ね、人、人、人。もう溢れんばかりの人がね、こんなに集まっていまして。いや、これをね、一人一人なんか数えた人もいるような。 感じだったんですけどね。これ、6万5千人らしいです。はい、6万5千人。まあ、そこでね、あのー、集会で、首からでっかいね、見たこともない数珠をぶら下げて、ね、はい、お悔やみの言葉を述べたこの女性、あの、元シールズ琉球の、えー、アイドル、はい、 アイちゃんでございますよ。はい、アイちゃんでございます。はい、ところがこの方、実はこの集会の前に、県庁で記者会見を開いているんですよね。私と同世代の方が殺害されたということもあって、私と同世代の方が殺害されたということもあって、恐怖と 怒りと悲しみで、えー、恐怖と怒りと悲しみで、私自身言葉にできない。私自身言葉にできない。そして一緒に、ね、あの同席した、はい、いわゆる女性人権団体のお姉さんは、なぜかお悔やみの言葉ではなく、 沖縄にはあらゆる軍隊基地は必要ないと。亡くなられた犠牲者のね、見た目を心からあの、追悼いたしますではなく、なぜか記者会見では、沖縄にはあらゆる軍隊基地は必要ないというふうに、なぜかこういう言葉ではい、すり替わりまして、挙句の果てに、女性グループなど16の団体、 え、沖縄からの米軍撤退を求める集会を今月22日に米軍基地前で開くということでございまして、まあ、親戚でもないのに、ね、すごい感情移入をして、まあ、泣くというところをね、あの、テレビカメラの前で、そうです。ツイートじゃないんです、カーターさんおっしゃるように。基地いらないに変わっちゃってるんですよね。はい。 いいらないに変わっっちゃたじゃあ、この人たち、この人たち、例えば加害者が、ね、例えば学校の先生だったら、沖縄に、ね、高校、県立高校はいらないと言って、学校の前で集会開くと思いますかい,いえい,いえい,いえ、この加害者が県庁職員だったら、沖縄県庁はいらないと言ってやると思いますか絶 絶対にやりませんよ。この人たち。ありえない。そしてね、報道はいつの間にか主催者発表が抜けまして、はい、主催者発表がなくなります。今はね。ですから、どこ探しても主催者発表っていうタイトルは絶対に出てきません。参加者、追悼集会参加者6万5000人。報道では、もう、はい、タイトルでは、 主催者発表の文字は出てきません。まあ中にはね、あのカッコで書いてますけど、主催者発表、6万5000人。まあ、私ね、あのー、人数別にね、あのー、持ってるのをバカにしてるわけじゃないんですよ。これだけの多くの人たちが集まったんだから、正直に言えばいいんじゃないのと言ってるだけで、逆にね、数字モるもんだから、 あの、信憑性というのがどんどんなくなっていく。前から私これずっと言ってます。あの、集まるだけでもすごいんだから、数字盛らなくていいですよ、ということね。はい。カータンさん。米軍撤退すれば事件、事故が減るんですかと。教職員の暴行事件は学校いらなくなるんですかと。そうなんですよ。だって教職員、陰行とかね。はい。会春とかやってますよ。まさに女性の人権蹂躙なんですけどね。 ああ、そうですね。宮城さん、これ誰か数えた方いましたよね。有名な人がね。一人一人数えたとか言ってましたけどね。そうですね。塩サバさん。彼らの数字のやり方っていうのは、あの、お隣の国の南京云々と全く同じ匂いがいたします。さて、そこでの光景、こんな感じ。いやー、すごいですね。たくさんの人が集まってますね。はい。えー、海兵隊は撤退王うじゃん。あの、 追悼集会だったんじゃないですか追悼集会。いや、追悼集会ですよね、これ。なのに、追悼集会なのに、海兵隊は撤退をと。じゃあ、君たち、あの、学校の先生が同じことやったら、県立高校は撤退をとやるんですか絶対にしません。そうですね。マスゲーム。はい。 まあ今、大田さん書いてます。米軍の事件の割合は、えー、他のね、一般県民なんかと比べると低いと。どこの組織にも集団の中には不届き者はいます。いるんですよ。ね。そうです。原頃ヒレラさん。ツイートはどこへ行ったということでございます。信じられません。はい。そして、このように、上に上がってプラカードを掲げる人たち。一番左は皆さん見てもわかりますよね。 はい。一番左。そうです。ノワ湾市役所の前でハンストをやりました。元山くんでございます。もうこのような感じでね、次世代の左翼の後継者、いろんなところに出して、このようにやってるんですけど、どうでしょう皆さん、これが追悼になるんですかね。はい。全然私追悼に見えないんですよ。そして、 後半ではこのように、はい、この元山君を先頭にしてですね、このようにやってますけど、この元山君が先頭になるという時点で、はい、共産党主導っていうのがもうこれで分かっちゃうわけなんですよね。さて、あの、先ほどから私、あの、ずっとね、ずっと追悼、追悼と言ってますけど、皆さんにこれ問いたい写真が実はあります。 これでございます。どうでしょうか、皆さん。これがツイートをしてる人たちの表情だと思いますかツイート。そうです、ラプテンさん。素晴らしい笑顔ですね。手前のおばちゃん、奥の左側のおばちゃん。すんごい笑顔。 ね、手を合わせてる爺さんも笑顔。ね、奥にも笑ってる人いっぱいいますよ。これ皆さん写真だけ見たら、追悼集会に見えますかいや、盛り上がってますよ。これはあの、小長知事がスピーチした時にね、大喝采が起きた時の写真なんですけど、あの、 追悼というのはこういうものなんですかあ、青梶さんどうもこんばんはんこでございます。まさに、無礼者たち。ナタさん、笑顔が溢れる追悼式、そんなもんないですよ、と。ね。ありえない。今、中佐から資料。 沖縄の祖国復帰から45年間、毎年のアメリカ人の犯罪率と県民の犯罪率を調査してみたと。アメリカ人の犯罪率が県民を上回ったのって、復帰直後あたりの2年間ぐらいで、それでも県民の犯罪率より0.1、0.2高かったぐらいで、それ以降は、米国人の犯罪率は沖縄県民より、はい、どんどん低くなっているということで、 はい。南カオシのハシコさん。どう見ても、死者を利用して、自分たちのやりたいことをやっているだろうと。はい。さっき店長。死者すらも利用する沖縄パヨクイコールオール沖縄イコール共産党。はい。南條さんお久しぶりでございます。こんばんはん。でもね、ツイッター 追集会でね、拍手したり、指笛鳴らしたり、こんな満面の笑顔を見せるっていうのは、これ皆さん本当に、これ追悼集会だと思いますかいや、私これ見たときに本当にね、ゾッとしました、正直言って。この人たち何のために、ここに集まったのかなと。 元々のね、目的っていうのは、悲惨な事件に巻き込まれて亡くなった二十歳の女性をね、痛む、はい、痛む集会のはずだったんですよ。ところがね、安らかにお眠りくださいではなくて、海兵隊は撤退をっていうことにすり替わっちゃってる。そしてみんなで拍手して、笑顔になっている。モハビの運び屋さん。 日本人のやることじゃないと。これってね、これって皆さんやっぱりこれじゃないですか。いくら沖縄のマスコミがね、ビレ礼クでごまかそうとしてもね、死者の政治利用そのものじゃないですか。家族を失ったね、大切な人を失った遺族というのは、すごい悲しみの中にあるんですよ。 それをこうしてね、政治利用する。今、佐紀店長書いてます。サンゴさんが撮った写真の中に、この亡くなられた女性の顔を印刷して、プラカードにしてる人もいました。そうですね、潮沢さん。もう恥、もう人としてどうなんだっていうのが私、思うんですよ。人としてね。で本当に遺族の思いっていうのは、やっぱり、 これはあの、今年の事件のご遺族の言葉なんですけど、政治の道具にして欲しくない。国の問題ではなく、人と人との問題だって言ってるんですよ。犯罪っていうのは人と人の問題です、問題ですよ。基本的にね。じゃあ海兵隊だから悪いことばっかりするんですか学校の先生だから貧困寮生でね、悪いこと何にもしないんですかそんなことはないですよね。 ま、このような形で平気で人の死をね、あの、利用する沖縄の基地反対派。追悼集会といってこんな満面の笑顔を見せて拍手をしている。もうね、もうはっきり言って恥ずかしい自分はね。もう本当に沖縄の人間として、もうこんな人たちが権力握ってるっていうのが 本当に恥ずかしくてね、涙が出そうですよ。で、これ前から私言ってます。ね、多分こんな集会またやるだろうと思ってましたけど。沖縄において人の命の重さは平等ではありませんと。沖縄において人の命の重さは平等ではありません。 あのアンチ系の人たちはよく「ぬちどぅと言いますね。「命は宝物ですよ」と非常にいい言葉でございます。しかしその宝物の価値を変えてしまうのが彼らなんですよね。なぜなら、加害者がですね、米軍関係者の時には多くの人が 集まりはい、多くの人が集まり涙を流します。加害者が米軍関係者の時には多くの人が集まり涙を流します。ところがですね、はい。それ以外の時には話題にすらならないんです。 一瞬、報道されて、その後、ないですよ。確か1996年のね、あのー、在日の方々が起こした少女、はい、15歳のね、女子中学生、暴行殺人死体遺棄事件。今回と同じような、ね、あのー、3年前のあの事件と同じようなことが起こったにもかかわらず、県民大会なんて開かれてないし。 在日の連中は沖縄に来るなっていうことを聞いたこともないんです。はい。青貝さんから。理性の鷹が外れてしまうと、ここまで醜悪な姿をさらして満足するのかと。本当にお恥ずかしい限りですね。はい。そして、まあ、沖縄では、加害者の属性、 加害者の属性によって犠牲者の命の重さはまあ変わるんですよね。はい。沖縄では加害者の属性によって犠牲者の命の重さは変わります。まあ、加害者が米兵だろうがね、あの、外国人だろうが、半島系の人だろうが、観光客だろうが、沖縄県民だろうが、人の命というのは 神の前では平等なはずなんですよ。神の前ではね。はい。のちどという言葉はまさにそれだと思うんですよ。私非常にいい言葉と思ってる。命は何よりも宝物だと。しかしその宝物のね、判断を加害者によって変えてしまうというのは皆さんどう思いますかそれをまた沖縄のメディアがね、 まるで肯定するかのように大きく取り上げて県民に懸念するんですよ。そしていつしか沖縄県民はメディアの誘導に乗り、メディアがね、報道していることに賛同することが自分たちはいいことをやってるんだと。自分たちこそが正義だと。アメリカは出ていけと。つまり、 絶対多数の側に身を置くことで安心感を持ちつつ、そして自分が正義の側に立ってるという自己満足に浸るんですよ。今、カーターさんが米軍の時には大発狂、教職員の時には沈黙ということ。大田さん、仮に本当に加害者の死を え、傷んでる方がいたとしても、これだと政治利用してる方と同じだと思われる。まさにその通りだと思います。3年前、20歳の女性が、まあ、元海兵隊員、ね、完全な民間人になってる方ですよ。元海兵隊員っていうことだけでね、散々に取り上げられ、そして、 毎日のように報道され、あげの果てには追悼集会といって掲げられた、プラカードは、安らかに眠れではなく、海兵隊は撤退をだったんですよ。そして参加者のこの笑顔、まるで人が亡くなったことをしてやったりと、米軍を追い出すためのいい口実ができたと言って喜んでるようにしか見えないのは、私だけ、 んでしょうかね。沖縄県民をここまでやっぱり民度を、ね、低くしてしまったその一番の原因はメディアだというふうによく言われてますけど、私に言わしてみれば、私に言わしてみればですよ、堂々とね、おかしいことにはおかしいと言葉を紡がなかった 責任ある立場の人たち、特に政治家の方々が自分の身の保身を考え何か言えばメディアに叩かれて政治生命が終わると恐れて口を閉ざしてきたことが結果的に沖縄県民の民度をここまで下げてしまったと私は思っています。ですから必ずしも私はメディアのせいだけとは思っていません。 それ以上に責任のある方々、特にバッチをしてる人たちがおかしいことにはおかしいって言ってこなかった。今でも沖縄ではね、おかしいことのおかしいというのはいます。大山さんとかね。はい。あと、又吉県議とか、私の知ってる方々、今の県連会長もおかしいことにはおかしいって言いますよ。でも今までの政治家の人たちどうだったんですかね。 はい、そして我々のような一般人がおかしさに目覚めて言葉を紡げばメディアを含めたね、いわゆる反日、反米勢力に一斉に攻撃を受けて路頭に迷うというこの現実時には財産まで奪われるんですよ。 そんな現実が沖縄にある。だからみんな余計口をね、開かなくなっていく。悪循環なんですよ。多分ね、1930年代のイタリアとかドイツも同じような感じだったと思います。まさにね、このオール沖縄というのは、現代によみがえった全体主義であり、ファシズムそのものであり、あるとね、私は思っております。 ぬちづたからというね、きれいごと。そして、差別だと言ってね、相手の口を封じる。それでいながら自分たちは平気で差別をする。このことに一人でも多くの沖縄県民がやっぱり気づいていただきたい。そして皆さんにはね、この3年前の追悼集会で、こうして笑顔になって拍手してる人たちがいたことをね、絶対に忘れてほしくない。 私は心からお願いしたいと思います。ということで、えー、本日の、えー、ボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。えー、非常に結局、ぷんぷんのお話だったと思いますけど、これが沖縄の現実ですから。はい。それに勇気を持って抗う人たち、特にね、あの、大山さんのように、そういった連中と、ね、向こう切って頑張ってる政治家、皆さんどんどん やっぱり応援してあげてほしいなと思います。ということで、本日の放送、これにて終了させていただきます。皆様、最後までご視聴、誠にありがとうございました。22時からの拉致被害者全員奪還キャスの方もよろしくお願い申し上げます。